投票の行方、それから能代市議会新会派大河の会と市長選挙ですね。市長選挙では8市のうち7市で投票率がですね過去最低を記録したと書いてます。つまり5人に1人の支持を持って市長が決まっているというこういうことになります。でせっかくの新しく投票権を持った10代なんかは 30% 切ってますよね。この左側にできたこの三角形、逆三角形というかそこが埋まってくればですね全く全体のその結果が変わってくるわけですよ。なので若い方々はこの逆三角形のこのウェッジを埋めることによって、もっと自分たちの意見を能代市政に反映させることができると。で能代市議会の方を見てみますと、この記事が出る前までは3つの会派がありました。でこれがこの今回の、新会派、大河の会立ち上げによりまして、4つの会派になるということですね。10ヶ月後に能代市長選挙、能代市議会議員選挙もありますので、もしよろしければ、私と一緒に能代市議会議員を構成する各議員のこと、それから会派のこと、で市長候補のことを勉強していきたいなと思ってますので。こんにちは、能代山本ふるさとライフの佐藤です。今日は6月の1日火曜日です。6月になってしまいましたね。今度は梅雨の季節になりますね。今日はですね、手元に例によりまして、直近の国風新報を持ってまいりました。まあいろいろと身近なニュースはあるんですが、今日は、2つのニュース記事に注目しました。1つ目はですね、昨日の5月31日版の国風新報の一面の横、ここコラムですね、コラム、ここに注目しました。タイトルが無投票の行方ということで、首長選挙の投票率に関することに関しまして、このコメント、コラムが書かれております。これを今日1個取り上げてみたいと思います。それと、今日の新聞、まあ、結果的に、関連してしまったんですが、この今日の新聞の、第2面にですね、こんな記事があります。能代市議会新会派大河の会結成、畑さん、落合さん、大高さんの3氏というのがありました。これをちょっと、今日は取り上げています。なので本日のテーマはこちらの2つになります。無投票の行方、それから能代市議会新会派大河の会ということでお話しさせていただきます。よろしくお願いします。最初に、昨日の北風新報のコラムですね、これです。この内容について、興味深い内容が紹介されておりますのでお話しさせていただきます。ちょっと記事を見ますね。まあ、冒頭いろいろ書いてますが、先週5月23日には全国18市町村で首長や議員選挙があったということです。市長選が8市、町長選、村長選が各1で、県市町村議選が8か所と書いてます。でここで取り上げているのはですね、市長選挙ですね。市長選挙では8市のうち7市で投票率がですね過去最低を記録したと書いてます。例えばですね、まあ、いろいろと日光市、八千代市、島田市等を書いてますが、伊東市が一番多いんですよ。それでも 50% を切っているということです。で埼玉市に至っては 28.70%、 前回が 31.44% ですので、それを下回って、埼玉市は初めて
20% 台になったということです。埼玉市というのはほとんども東京です。東京と埼玉市と言ってもいいぐらい、の場所です。埼玉市です。埼玉スーパーアリーナがあるところですね。で、ほとんども通勤圏としては、東京と一体です。有権者がね、当日が107万7091名だそうです。投票率から割り出せば、77万3919人が、投票に行ってないということですね。107万人のうちの77万人が、無投票なんですよ。それで当選した現職の投票率が71.50%なんですね。ということは、計算すると、単純ですが、有権者全体のうち、この当選者に投票した人、支持者は、なんと全体の20%なんですよ。つまり5人に1人の支持を持って、市長が決まっているという、こういうことになります。実際、この投票率の低下は、問題になっていて、これは埼玉市に限らないんですが、都知事選も同じなんですが、問題になってますね。で、ほとんど高齢者の投票で、首長が選ばれますので、結果として、市長さんというかな、議員もそうですけど、その投票する人の方を向いて、政策を打ちますよね。おのずと、そちらの方へ偏ると。若者は軽視されて、高齢者向けの方が熱い政策になると。たまたまこれ、今回のワクチン接種がですね、高齢者優先になってることと、リンクさせる気はないんですけど、これは表向きの理由は、重症化を防ぐことによって、病床の逼迫率を下げるという名目になってますので、そことこは無理やりこの、若者は投票しないと、お年寄りが投票するから、ワクチンも、年寄り優先ということではありませんが、これに限らずいろんな政策が結構、年金だとか、あと医療問題とかいうのは、大体投票する人に熱くなり、当たり前です。なので、本来若者は、自分たちが住みやすい街を作るんであれば、投票に行くべきだというふうに思います。で、これに関連してここに書いてますが、能代市長選挙のことも書いてます。最後ですね、こんにちは。で、このことを能代市長選挙に当てはめてみると、2010年、平成22年、ここは無投票だったんですね。で、それを除けば、直近の3回は、その投票率を見てみますと、80.32%、71.05%、66.35%と、もう毎回毎回下がってます。なので、この投票率も下がってると。政治の無関心、政治に対する無関心が、能代市でも、確実に進んでいるというのが分かります。どうしても、都会以上にですね、田舎の場合は、この政治との、この距離感っていうのは広がっちゃうんですよね。あまりダイナミックに変化しないから。なので、どうしてもその若者とか現役世代は、どうせ投票行っても同じだとか思っちゃうと思うんですよ。でも、それはね、良くないです。確かに僕も若い頃は思ってました。どうせ地道1票入れても関係ねえやと思ってました。でも、やっぱりね、その1票の積み重ねって大きいんですよね。なので、本当に何て言うかな、自分で考えて投票してほしいと思ってます。実際、今回もこれに関連しまして、能代市の市長選挙に関しまして、過去の数字見てみたんですよ。実際、投票率は下がってますが、その投票率の内訳を見てみました。そうするとですね、年代別の、ここに今、年代別の能代市長選挙の投票率というのを持ってきました。これは前回の平成30年の、能代市長選挙の数字ですね。見てわかるように、全体の投票率っていうのは、60%台になってますけど、66.35%ですね、なってますが、内訳を見ると、どうだろう、60代後半が80.87%ですよ。70代前半が81.69、70代後半が78.72で下がってます。つまり、その60代以上の方はもう7割以上なんですよ。で、一方、若者、20代なんか42点、20代後半が42.63%か。なので、その
このぐわっとこう山です山。でせっかく新しく投票権を持った10代なんかは30%切ってますよね。なのでこの18歳19歳から20代ぐらいが28%ぐらいと、30代でもだいたい40%台というふうになってます。もったいないですね、この若い子。この左側にできたこの三角形、逆三角形というか、そこが埋まってくればですね、全く全体のその血管が変わってくるわけですよ。なので若い方々はこの逆三角形のこのウェッジを埋めることによって、もっと自分たちの意見をむしろ市政に反映させることができるというふうに思ってます。なのでこの辺の数字がね、市長選挙に限らず、能代市議会選挙でも影響すれば、どんどん自分たちの住み足で能代を現役世代、若い世代が作ることができると、こう思っていました。それを昨日の新聞のこのコラム見て思いました。で、そんな中、今日の北部新報にですね、出た記事が、冒頭説明しました、この新会派です。大河の会結成、能代市議会の会派です。現状、能代市議会の会派というのは、この記事が出る直前までは、大体こんな感じですね。今、能代市議会に関しましては、定数は20ですね。で、1名の欠員があるので、現在19名なんですよ。で、昨日のこの新聞出るまでの、会派の状況を見ると、改革ネットワークっていうのが、これいわゆる野党なんですね、分類的には。これが今8名だったんですね、これ。で、その後、平成、公明党、希望っていうところが、それぞれ、6名の5名だったんです。つまり、いろんなそのグループ固まってはいますけど、改革ネットワークと野党が一つの塊で8名。与党側は、会派の連立になっていて、11名ということになってますと。で、このうち今回、この改革ネットワークから、3名が、畑さん、落合さん、大高さんが抜けて、新しく会派を作った。これが新会派、大河の会ということになっています。ちなみに、あまりこの辺のことには詳しくないという方がいらっしゃると思うので、一応説明してきますと、この会派という言葉ですね、これをちょっと先に用語の定義というか、しておきたいと思います。政党とは違うのかというと、ちょっと違います。会派っていうのは、2人以上の議員が政治活動をするために作ったグループです。これ国会に限らず、市議会でも県議会でもそうですが、議員というのは、議会というのは個人ではね、活動しにくいんですよね。個人の人のことは無所属って言います。ただ、実際にはこうグループ作らないと、多分こう議題、議案の提案もできないし、いろんなこの委員会にも入れないので、通常は固まって、同じような政策を持つ人が集まって作るグループがあります。これ会派って言います。なので、会派というのは、もう一回言うと、2人以上の議員が政治活動を共にしようということで集まったグループです。つまり、議会内、議員内でのこの活動単位というやつですね。なので、政党が違っても組めます。今、国会の場合でいくと、衆議院では6つの会派がありますね。で、参議院だと今10個あります。で、能代市議会の方を見てみますと、これは能代市議会のホームページに出てますけど、この記事が出る前までは3つの会派がありました。改革ネットワーク、平成、公明と希望。で、これがこの今回の、新会派、大河の会立ち上げによりまして、4つの会派になるということになりますね。平成、公明と希望という与党系の会派が、それぞれ6人、5人なんで11名。で、改革ネットワークが、3人減ったんで、5人。そして新しい会派の、大河の会が3人と。で、計19名となります。で、来年の4月、市議会議員選挙があります。市長選挙と合わせて市議会議員選挙があります。で、ここで皆さんは自分たちの、
意見を反映させてくれる候補者を選ぶ必要があります。市長を選ぶことが一つ、そして市議会議員を選ぶことが一つです。もしも市長と市議会議員の意見が違っていると、まあ、いわゆるねじれ現象で、なかなかその市長さんがですね、自分の意見を言っても通んないですよね。これはもういろんなところで見てて分かります。国会もそうだし、アメリカの、あの議会もそうです。なので、もしも自分たちの生活を良くしてくれると思った市長がいるんだったら、その市長と同じ意見を持つ市議会議員も同時に選ばないと、自分の住みやすいの印は作れません。なので、皆さんは、ぜひこの自分の意見を持ってね、来年の市長選挙、市議会議員選挙に関しましては、よくそれぞれの候補者の考えを聞いて、大事な一票を投じてほしいと思います。で、今後この北陸新報と能代でも、これがいい機会で、10ヶ月後に能代市長選挙、能代市議会議員選挙がありますので、皆さんと一緒にですね、各候補者は何を考えているのか、で各会派はどういう動きをしているのかということについて勉強していきたいと思います。なので、もしよろしければ、私と一緒に能代市議会議員を構成する各議員のこと、それから会派のこと、で市長候補のことを勉強していきたいなと思ってますので、ぜひ皆様お誘い合わせの上、一緒に勉強していきましょう。でまた、もし質問があればどんどんメールでください。ツイッターでもいいです。でそれをまたここで取り上げて、話題にしていこうと思ってます。ということで、今日は、無投票の行方、それから能代市議会の新会派大河の会をテーマとしてお話しさせていただきました。今回も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。佐藤でした。